皆さんこんにちは。ちかしのドーナツバンボックスの時間です。これから1時間パーソナリティ玉木ちかしと一緒に昭和のアナログレコードの名曲を楽しんでいきましょう。今週の1曲目、1980年昭和55年の8月21日に発売された岩崎良美さんの3枚目のシングル、あなた色のマノンです。それではお聴きください。どうぞ。あ、直さんどうも、こんにちは。どうも、今日も番組始まりました。よろしくお願いします。ちなみに初見でしょうか？よろしくお願いします。そうですか。いつも FM コザどうもありがとうございます。で、しかしのドーナツボックス、毎週土曜日5時からやってる番組で、昭和のアナログレコード、魔法学中心なんですけども、ジャンルにとらわれず1960年代から80年代かけて発売されたレコードですね、シングル版を中心に流しています。1曲目、今聴いてる曲、岩崎良美さんの3番目シングル、あなた色のマノンです。平成生まれですか？すごい若いですね。すみません。じゃあ、ナオさんのですね、知らない時代の曲、生まれてない時代の曲を流しています。ちなみに、これがレコード。
高のシングル版です。真ん中が、ドーナツように大きく泣いてるドーナツ版っていうふうに言っています。こんにちは、福田さんです。どうもこんにちは。福田さんも初めてですよね。どうも初めまして。ちかしのドラマボックスパーソナリティーのちかしです。はい、皆さんこんにちは。ね、土曜日の夕方はですね、昭和歌謡を皆さん楽しんでください。今日もレコードシングル版をですね、持ってきまして、毎回シングル版で、レコードの、ドーナツ版で、この曲番組音楽を流しているんですけれども、1曲目1980年、昭和55年のですね、8月21日に発売された、岩崎良美さんのサードシングル、あなた色のマノン、デビュー曲の赤と黒と一緒で、作曲はですね、将軍のメンバー吉野藤丸さんが手掛けているというね、歌謡曲といえばベースラインが中心になる歌謡曲がほとんどなんですけども、なんと画期的なアレンジっていうか不思議なメロディー、ですね、この曲から岩崎良美さん、振り付けが入って、左手でマイクを持って振り付けをするようになって歌うようになったということで、この曲のヒットによって第22回日本レコード大賞新人賞を受賞してまして、で第31回 NHK 紅白歌合戦にも初出場ということですね。姉の岩崎宏美さんと、同じ2つの番組に、出場しているされたということで、ね、姉妹揃って素敵ですね。やっぱり、姉妹ともあってひろみさんと声質、声の質がとても似ています。あなた色のマノン、岩崎良美さんといえばですね、タッチの知名度があまりにもありすぎて、テレビではね、懐かしい番組とかでは、タッチしかあまり歌わないんですけども、この、ね、初期の頃のあなた色のマノン、ぜひ歌ってもらいたいものですね。ヒットした割には全然テレビで歌う姿を見たことがないという、ことで、もったいないですね。どうしてもタッチのイメージが強すぎるんでしょうね。ぜひ岩崎良美さん、あなた色のマノン歌ってほしいと思います。そして、この番組のメールアドレス761@fmkota.jp まで皆さんリクエストをお寄せください。今日はですね、初めての方から早速コメントいただきまして、なおさんなんですけども、なおさん初めてなんですけども、平成生まれということで、昭和歌謡あまりよくわかんないってことなんですね。はい、多分親の世代の曲なんですよね、きっと笑うが2個入ってますけれども、そうですね、平成生まれっていうことは1980年っていったら多分そうですね、なおさん多分ということはまだ高校生か20代前半ぐらいでしょうか、ですよね、ということは多分親の世代だと思います。はい、多分お父さんお母さん聞いたら分かると思いますよ。そして、福田さんなんですけども、ドーナツ版懐かしいですねということで、ありがとうございます。福田さんは昭和生まれですよね。はい、ありがとうございます。今日も、1960年代から、昭和40年代から昭和50年代にかけて発売された
アナログレコードをですね、1時間お届けしたいと思います。リクエストもお待ちしています。2曲目いきます。2曲目はですね、1985年、昭和60年の3月21日に発売されたチェッカーズ6枚目のシングルから、この曲いきましょう。あの子とスキャンダル、どうぞ。2曲目チェッカーズ、あの子とスキャンダルです。レコージャケット以外にこうやってなんかね、ちっちゃいフォトみたいなのも入ってます。カレンダー付きですね。当時のカレンダーになっています。で、まあチェッカーズがこの時に、初めて映画出演した、チェッカーズインタンタンタヌキの、ね、あのサウンドトラックの LP の案内をこちらに載っています。福田さんは多分、福田さんは多分これリアルタイムで聞いてた世代ですか。67年生まれということで、この番組なんですけど、福田さんが生まれたぐらいの時代の曲から流しています。多分福田さんはまだ全然記憶ないと思いますけども、こうやって1960年代後半の、曲とかにこうやって、流しています。ちょっと時々音が切れたりとかするんですけど、多分コードがちょっとおかしいですか。はい、すいません。ちょっとね、音が少し小さくなったりとか、したかもしれません。すいません。はい、2曲目、1985年、昭和60年の3月21日に発売されたあの子とスキャンダル、チェッカーズの6枚目のシングルです。ね、これはチェッカーズ初主演映画、チェッカーズインタンタンタヌキの、主題歌とされて、曲、駆け落ちの曲ですね。この曲なんですけども、
当時チェッカーズはですね、この曲を歌った時のステージ衣装っていうのがスカートっぽい、衣装でですね、皆さん当時ノーパンで、歌っていたっていうエピソードがあります。確かおにゃんこクラブの夕焼けにゃんにゃんにも初期の頃なんかオープニングで使われて曲だったような気がしますけれども、皆さん若いです。藤井フミヤさんもですね、はい、福田さんからもですね、懐かしいというふうに来ましたが、チェッカーズって涙リクエストにとかの人ですかということですけども、ごめんなさい、こちらナオさんです。すいません。そうです、涙リクエスト知ってますか。はい、ありがとうございます。福田さんにはすごいねリアルタイムの曲だと思いますね。はい、イージヨンさん、こんばんちわわ、ありがとうございます。 AN28 歳さんですね、こんばんちわわ、どうも。はい、チャンノンさんも初めてですかね、拍手ということでありがとうございます。チェッカーの曲リアルタイムでしょうかね。はい、こんなになんか感銘していただけるととても嬉しいですけども、まあ、拍手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 と4連発来てますねはい、ありがとうございます。ね、この曲なんです。今日は初めての方がやっぱり多いみたいでですね、はい、ということでこの番組はですね、昭和40年代50年代に発売された、ドーナツ版レコードのシングル版を中心に、この番組1時間、お届けしている番組で、初めの頃は CD で音源流していたんですけども、せっかくやっぱり番組に近しのドーナツ版ボックスっていうドーナツ版というタイトルが入っているので、アナログレコードでやってみてはどうかっていう提案でですね、途中から、番組始まって1年2年目ぐらいからですね、レコードで、をかけるようになりました。それが結構、まあ、好評というかですね、やっぱりその方がやっぱり昭和のなんか雰囲気が出ますもんね。懐かしい、このレコードの優しい音っていうのを皆さんにやっぱ楽しんでもらいたいと思って、全てレコードでお届けしています。時にはでも音源がどうしてもレコードで見つからない時とか CD とか流しているんですけれども、だいたいレコードで、お届けしていますジャンノンさんめっちゃ拍手しましたってきましたね。ものすごい絵文字もね、拍手の絵文字とこのニッコリマークが来てますけども、やっぱりチェッカーズすごいやっぱ人気でしたもんね。うちの兄貴の世代ですよ。はい、ありがとうございます。あのことスキャンダル1985年、昭和60年の、曲でした。続いての曲いきましょう。なんかさすがに久しぶりにすごいリスナーの方からなんかすごいヒットというかね、いただいたような感じで嬉しいですね。ありがとうございます。続いてです。続いては昭和49年の曲をいきたいと思います。第16回日本レコード大賞大衆賞に掲げたこの曲ですね、発売から3ヶ月でじわじわとヒットして累計150万枚の大ヒットをした曲、中条きよしさんのデビュー曲です。1974年、昭和49年の1月25日に発売されたこの曲いきましょう。中条きよしで嘘。ちょっと
とラジオがどんな感じで放送あるんですかね。放送の場合は音やっぱりちょっとバランス悪くなってます。悪くなってるのでちょっとそれぞれにちょっとバラバラっていうか合わせるようにしないと。今イグルちょっと今がちょっと両方取れてる、ちょっとバランス取れてる感じですかね。中条清志はですね、この中条です。レコードジャケットがなんかいい雰囲気出してますね。必殺仕事人の三味線屋の役の人だということで、それは初めて知りました。はい、チャンノンさん、チェッカーズ好きです。お、17歳。はい、ちょっとすいませんね。ちょっと配線がね、ちょっと不備で、ちょっと、はい、音のバランスが悪くなってしまってます。すいません。ね、ちょっとお聞き苦しいところもあると思いますが、ごめんなさいね。ただいまの曲、1974年、昭和49年の1月25日に発売された、中条清志さんのデビュー曲です。嘘。ね、仕事人の三味線屋の役の人だということで、福田さんから情報いただきました。ありがとうございます。この曲はですね、やっぱり嘘ってタイトルからしてエイプリルフール、4月1日に、リクエストの、多くかかる曲というふうに認知されているそうです。いいですね。なんか嬉しい嘘をつける人って素晴らしいじゃないですか。はい、素敵な人だと思います。チャンノンさんなんですけども、チャンノンさんは17歳ということで高校生。いいなぁ、高校生って楽しそう、ね、高校生戻りたいですね。学園生活全くね、高校生活なんかね戻りたいですけどね、17歳ですけどチェッカーズが好きということですね。はぁ、なるほど。てっきり俺多分リアルタイム世代かなと思ってましたよ。すごい、17歳でチェッカーズファンがいるということで嬉しいですね。はい、あ、すいません、福田さんからも、三味線屋の役の人違うかもしれないっていうね、ちょっと自信ないということですね。あ、でも時代劇になんか出てそうな感じですよね、中条清志さんって。以前あのリスナーの方から、あの中条清志さんのですね、夜っていうシングルのタイトル夜っていうシングルがあるんですけども、その曲の B 面の曲をかけたんですけども、あのリスナーの方から中条清志って声エロいよねって来ましたけど、確かになんかね、男の色気っていうか、まあ確かにちょっとエロいかもしれないですね。はい、何話してるんだろう。すいません、今日はですね、たくさんなんかコメントをいただいていますけれども、はい、続いての曲いきます。続いてはですね、この曲はまたこれまたも45年以上前の曲ですね。1969年に大ヒットした曲なんですけども、当時ですね、まあ、昭和44年の曲でしてですね、広田美恵子さんの人形の家というタイトルの曲をお届けしたいんですけども、人形の家、広田美恵子さんといえば、もう1963年から、活躍されているもう大ベテランの、歌手の方、歌い手さんで、現在でもですね、歌を歌われていますけれども、当時、広田美恵子さんはですね、この人形の家のシングル発売と同時に華麗なる転身をしまして、それまでぽっちゃり体型だった方がですね、急にダイエットをされてですね、細く、体も細くなって、で、メイクも変え、髪型も変え、もう本当にまるで今までの広田美恵子さんと違うようなね、別人のように変わっ、イメージ転じを図ってですね、で、まあ、歌も今までとはまた違う、この、まあ、昭和44年の、まあ、流行の、まあ、歌謡曲なんですけれども、まあ、大人っぽい、雰囲気の歌を歌って、この曲、当時大ヒットして、見事第16回日本レコード大賞の歌
歌唱賞を受賞しました。で紅白の、紅白歌合戦にもこの曲で出場して、まあ、2年ぶりだったんですけれども、1969年を、代表する一曲にもなりましたね、この曲。でも僕の、親の世代だったらもう誰もがわかるこの曲です。広田美恵子さんのですね、大ヒット曲、1969年に発売された、曲です。昭和44年4月1日に発売された、シングル、24枚目のシングルから広田美恵子さんで人形の家お届けします。それでは、聞いてください。どうぞ。ゆうきんさん、お久しぶりです。こんばんは。週末なので今度はビールでも飲もうかなということです。ゆうきんさん、週末いつもなんか飲み会に忙しいようですね、楽しんで飲んでくださいねあ、福田さんはあまりタイプじゃないんですか広田美恵子さんでもね、すごいやっぱりなんか当時もハイセンスでですね、ものすごい歌唱力のある方ですよ。人形の家、昭和44年、大ヒットしました。ちなみに、ゆうきさん、南吉孝さんの曲とかは詳しいですか？今日はですね、南吉孝さんのモンローウォークではなくですね、モンローウォークの次に発売される曲かな、1980年に発売された憧れのラジオガールという曲もお届けします。なおさん復活してくださいねジャケ写を見たら自信がないわということですねああそうですか、やっぱりね、人の好みは様々ですからね。はい、あ、モンローウォークは有名ですよね。郷ひろみさんとまたタイトルが書いてセクシーユーっていうね、あの同じ曲を郷ひろみさんが歌ってますよね。モンローウォークも、この番組では結構かけてる曲なので、また、思います。
ありがとうございます。はい、すいません、今ですね、ギャラリーからですね、はい、外人の方が、あ、どうぞ、見学できますよ。ありがとうございます。はい、めっちゃやっぱり陽気です。ノリがいいです。グーっていうね、グッドポーズをして、来てますけれども、どうも、こんにちは。どうも、あの、素晴らしい。どちらから来たんですか？どうぞ。英語で話してますね。どちらから来ましたか？はい、ですね、今特別ゲストでしょうか？ね、はい。今すごいめっちゃ陽気な外人さんが来てますよ。ヘロ、ありがとうございます。Thank you。 どうも。ちょっと話してみます。ちょっとじゃあ自己紹介でも。大丈夫ですよ。はい、はい、どうぞ。ちょっとじゃあスピーチ入ってますかね。いや、一番、あ、じゃあお願いします。Hello, Japanese, speak okay? No. Japanese, that's all I got to say. わかんないですか？はい。I came right here, I was walking around, you know, I thought you were beautiful. ね、今じゃあ通りがてらで、うん、ありがとうございます。 I love radio ということで、ラジオが大好きなんですね。 I love radio。 ありがとう、どうも、 Thank you very much。 はい、ね、今、ドライブ、お散歩？ driver? No, no, I'm not a driver. I just, I'm a street person. I was over there begging for change over there. I was like, まあ、楽しいんでしょうね。はい。すいません、なんかね、ちょっとよく聞い取れませんけど、でも、すごいね、ハッピーな感じ。すごい。はい、うん、はね、じゃあハッピーな感じですけれども、早速ちょっとね、レコードをちょっとね、ジャパニーズポップス、昭和ジャパニーズポップス、レコード、oh. うん、oh. 流してます今。oh, yeah. はい、ありがとうございます。じゃあ続いての曲いきますね。続いてはですね、1980年に発売された曲です。南吉孝さんで憧れのラジオガール。それではどうぞ。捕まえたんではなくて、どうぞってギャラリーからすごい合図したんで、入ってきてって誘ったんですけどね、全く話は聞き取れなかったんですけど、でもなんかすごいラジオが好きっていうことは伝わりました。はい、ありがとうございます。
ごい。簡単、フランス語を話せるっていうことで、イージフォンさんはじゃあトリリンガルですか。フランスなんか留学とかされてたんですか。フランス語ってなんか男性言葉、女性言葉ってあってね、なんかすごい複雑ですよね、きっと。多分話すのって結構大変だと思います。すごいです。ぜひ教えてください。はい、いかがだったでしょうか。宮見義徳さんのポップスニューミュージック、ね、こういう手の曲は久しぶりに書きましたけども、憧れのラジオガール、レディオガール、ラジオガールということですね。もう僕もラジオやっても早い、28の時から始めたから、もう6年目か、早いもんですね、ということで、なんか、まあ、ラジオつながりでこの曲流してみましたけれども、南吉高さんっていったモンローウォークとかスローな武器にしてくれぐらいしか分かんないんですけども、でもこの憧れのラジオガールっていう曲も初めて聞いたんですけども、いい曲ですね。なんかね、もう1980年代のなんていうんですかね、まあアレンジ、その、うん、なんかそうリズムアレンジとかなんか独特でいいですね。なんかそのデジタルサウンドを駆使されているようで、素敵な曲ですね。南吉高さんもんの、1980年、昭和55年のシングルで、憧れのラジオガールお届けしました。はい、ね、まあ、先ほどのちょっと外人さんに圧倒されてちょっとね、自分もちょっと押されて負けてしまってますけれども、ね、英語を話せたらもっとね、なんかね、その都度思うんですよね。まあ、イージェヒョンさんからも、ね、英語でメッセージが届いてましたけどもいいな、でもね、本当に日本語以外にも話せる人ってね、素敵です。だって海外行ってもね、やっぱり自信持って海外も行けますもんね。はい、素晴らしいですよ。イージェヒョンさんはぜひ英語教えてくださいね。ほう、すごいです。イージェヒョンさん、日本語、英語、韓国語と簡単なフランス語に、男をナンパする言葉なら喋れますっていうことで今それしか考えてないんじゃないですか。もうイージェヒョンさんもう本当に大の男好きなんですね。まあね、結局はナンパ目的なんですよね。はい、いいと思いますよ。たくさんの男の人をゲットしてくださいね。ありがとうございます。続いての曲をいきたいと思います。続いては1968年第10回日本レコード大賞新人賞に輝いた、この曲です。この方は当時はですね、ザ・タイガースの、主演映画に必ず、タイガースのヒロイン役として出演されていた方なんですけれども、1968年にデビューをしてですね、あまり芸能生活、芸能界のこの環境に馴染めずですね、1969年、わずか1年足らずでちょっと芸能界を引退してしまいました。ですが、まあこの方、まあ、60年代後半、青春時代だった方は懐かしいと思います。この曲で1968年の第10回日本レコード大賞新人賞受賞しました、久美香織さんです。弓香織じゃないよ、久美香織だよあの俺なんかの母ちゃんが、久美香織って知ってるって言ったらね、どうやらなんか水戸黄門出てる人さって言うから、どうやら弓香織と勘違いしてたみたいで、弓香織じゃありません、久美香織です。久美香織さんのデビュー曲です。1968年の、6月25日に発売されたデビュー曲です。口づけが怖い、お届けします。それでは聞いてください、どうぞ。
さん、ユミカオルではなくてクミカオリですね。先ほどレコードを映しました。1968年、昭和43年の第 10回日本レコード大賞の新人賞受賞曲です。当時人気があったアイドルだったんですけども、当時19歳のアイドルだったんですけども、わずか1年足らずで芸能界引退してしまいました。シングル4枚出しています。これが裏ジャケットです。芸能界って本当に複雑ですよね。はい、本当になんか格差も大きいでしょうし、なんか怖い世界だなと思います。はい、いかがだったでしょうか。1968年の昭和43年の6月25日に発売されたクミカオリさんのデビュー曲です。口づけが怖い。当時流行した、本当に王道の歌謡曲、アイドル歌謡って、当時も、ね、クミカオリさんアイドルだったんですけれども、当時の本当に、ね、王道な、ポップスっていうんですか、そんな感じですね。第10回日本レコード大賞新人賞受賞曲で、当時クミカオリさんが泣きながらですね、途中から声が詰まって歌えなくなりながらも踏ん張って、なんとなく一生懸命周りに励まされながら、歌ってる姿っていうのがね、今でもあるか分かんないですけど、 YouTube でアップされていました。白黒映像だったんですけども、とても貴重な映像だったと思います。当時は、沢田研二さん率いる、グループザ・タイガース、すごい絶大な人気があったんですけども、タイガースが主演する映画に必ず、この方がヒロイン役として、抜擢されて、この映画に出演されていたんですけども、当時はタイガースファンの女の子からすごいなんかね嫉妬されたようで、なんかね、それで芸能界も馴染めず1年足らずでちょっと芸能界引退してしまいましたが、中古レコードでこの方のレコードを見かけると必ずプレミアがついて、安くは買えないです。はい、久美香織さんで、口づけが怖いお届けしました。それではこのコーナー行きましょう。はい、このコーナー始まりました。このコーナーでは普段テレビやラジオで流れてこない、埋もれてしまった名曲ですね、皆さんがなかなか知らないレアな、レコード版っていうのをですね、もう一度ちょっと倉庫から起こして復活させようじゃないかという気持ちでこのコーナーをやっていますけれども、今日はですね、昭和40年代に流行ったムード歌謡、ね、たくさんいろんなグループが出ました。黒澤明とロスプリモスやら
ね、いろんな、ごめんなさいね、ちょっとたくさんありすぎて名前が出てこないんですけれども、今日はそんな中に、ね、昭和45年にデビューした、グループ、南裕二さんとフルセイルスっていう方のですね、グループの、曲をお届けしたいと思いますけれども、レコードジャケットにはですね、この、南裕二とフルセイルズのメンバーご紹介ということで、ね、グループのメンバーの各一人一人の生年月日や経歴などが載っているんですけれども、この人たちのあまり情報っていうのはよくわかんないんですけども、まあ、最近ちょっとレコードを見つけて買ってですね、まあ、タイトルがちょっとね、すごいちょっと惹かれるものがあったんで、買ってみましたが、ね、1970年の発売曲ですね、女占いということで、すごいタイトルの曲です。メロディーも全然悪くないなと思いましたね。はい、あまり仰々しいなんかアレンジでもなく、すごいシンプルな感じのね、アレンジに、なっています。いきましょう。南裕二とフルセイルズで、フルセイルズで、女占いお届けします。それでは聞いてください。どうぞ。エレキギターの音がなんかアレンジがこの曲のなんか良さっていうのか、なんか素朴なアレンジなんですけども、引き立ててるような感じがします。はい、レコードジャケットはこういう感じですね。なんか特に女性のスカートの丈があまり短すぎて、ちょっとね、本当にギリギリのラインですね。はい、近くになんか中野町の社交街があるんですけども、そのなんか社交街の雰囲気が漂わせるような感じの曲になってますね。さすがにこれ、まあ、膝上なんか、ね、20センチぐらいありそうなスカートですけど、絶対履けないですよね。履いて街なんか歩けないですもんね。はい、今週の聞いてちょうだいこの名盤、南裕二とフルセイルズでですね、昭和45年頃に発売された、デビュー曲ですね、女占い、旅行ジャケット、スナッ
ックにメンバー5人がいて、まあね、際どいミニスカートを履いた女の子に目線を当てているレコージャケットなんですけども、めっちゃこの女性のこのねスカート際どいギリギリのラインですね、膝上20センチぐらいの履いてるんじゃないかと思うぐらいのセクシーなレコージャケットになってますけどもはいね、ね、まあ、ムード歌謡というか、 なんかシンプルなアレンジですけども、エレキギターの音がですね、なんかこの曲の良さを引き立てるような、この昭和40年代の雰囲気っていうかな、そういうなんか音色で感じ取れますね、なんか中野町の飲み屋街を思わせるような曲でしたね、南雄二とフルセールズで、女占いお届けしました。イ・ジェヒョンさんからコメント来てます今度デートしようね、バイバイキードロンってなんかハクション大魔王みたいですね。じゃあデートしましょうよね、はいありがとうございます、今週もですね、1時間、昭和40年代から50年代にかけて発売されたレコード、ジャンルにとらわれずアナログ版で、お届けしましたが、皆さんいかがだったでしょうか。もう時間も迫っていますけれどもね、皆さん、これからお帰りの方、そしてお出かけされる方、運転には気をつけてくださいね。今日はちょっと寒いですけれども、ね、天気の崩れはなさそうですね。ということで、今日もコメント、そしてリクエストありがとうございました。はい、最後メールも来てますよ。はい。シャラコウスケさんからですね、ありがとうございます。こんにちは、チクさん、リスナーさん、今日もまた幅広いセレクトで聞き応えありました。ありがとうございます。中条清さん、そう、必殺仕事人だったと思いますよ。ということで福田さん、情報は、はい、間違いではないと思います。でもね、ありがとうございます。ということで今日も1時間楽しかったです。また来週お会いしましょうね。お相手はパーソナリティ玉木チカシでした。 See you。チャンノンさん、本当にありがとうございますね。今日はたくさんコメントいただきました。来週もまたよろしくお願いします。じゃあ、週末楽しんでください。さよなら。